次に14番田中正弘議員、田中議員、18番田中正弘です。議長のお許しをいただきましたので一問一答で一般質問をさせていただきます。今回のですね、一般質問はですね、題目としてはあっさりした内容でいくんですけれども、まず一番の指導の維持管理と安全についてを質問させていただきます。まず最初、指導の維持管理についてお伺いします。指導の維持管理と言われる範囲はどのようなものがあるんですか。2番目として、道路の維持管理の過去3年間の予算を聞き取りでお聞きしましたが、令和元年度3億6836万7661円、令和2年度4億1332万3065円、令和3年度は当初予算だけなんですけれども、ほとんど2年度と同じで4億1332万3000円と聞いております。令和元年度から令和2年度で約4500万円大きくなっていますが、これはどのような予算で大きくなったのか、また、本年度も4億1300万円約の予算ですが、何か大きな事業をするようにしているんでしょうか。次に3番目としまして、あかんですか。あ、そうですか、すみません。一問の中で3つ当たるつもりでおったんですけれども、1個でよろしいですか。いいですか。すみません、分かりました。じゃあ一番最初ですね、一番の方の指導の維持管理といわれる範囲はどのようなものあるか教えてください。伊藤建設部長。はい、指導の維持管理についてのご質問でございます。指導の維持管理につきましては、道路維持修繕事業で実施しております。事業の内容といたしましては、地域住民の生活に密接に関連する事業として、市民から年間を通じて要望が出ている道路、側溝、舗装及び除草等の維持修繕を範囲としております。毎年知事会等からの要望によりまして、現地調査を行い、老朽化した箇所や緊急性のある箇所の工事を優先的に行っており、道路パトロールや市民情報による緊急修繕、幹線道路に路面が傷んでいる路線の舗装等を行い、通行の安全と市民の要望に応えられるよう生活環境の充実を図るものでございます。また先ほど令和、元年度から令和2年度にかけまして予算が急増しておるというような、ご質問がございました。この大幅に増えた中には、道路事故対策白線等整備事業で緊急的に消えている白線の引き直しをしたものによるものでございます。以上でございます。田中議員。はい、すみません。白線事業はなんか1億円とかぐらい聞いとったんですけれども、この大きくなった分が白線事業ということで了解しました。市内にはですね、まだ白線や道路標識が消えて見ないところがたくさんあります。昨年度の予算を取って行われた道路白線事業ですが、多くの要望があったように思いますが、どのような優先順位で行われたか教えてください。伊藤建設部長。
はい、道路事故対策白線等整備事業といたしまして、116路線20万3501メートルを1億997万800円にて実施いたしました。優先的に対策を実施した路線といたしまして、交通量の多い路線、集落間を結ぶ幹線道路を現地調査の対象として、職員による道路パトロールを実施いたしまして、車両交通量および区画線の摩耗程度を考慮し、路線を選定いたしまして、松阪警察署、三重県と協議、連携を図り、決定したものでございます。それと先ほどの質問の中で、この道路事故と白線整備事業だけではなく、マラソンを計画しておりましたものですから、そのマラソン関連で、舗装の修繕等を実施したことによりまして、その分も、事業費が増額になった要因の一つでございます。以上です。田中議員。はい、そうするとですね、まあ、マラソンのですね、工事ですね、道路工事なんですが、農道のですね、まだ追加で今年もやられるという予定をされて予算を上げてるんで、去年と同じ予算で組まれたわけですか。はい、伊藤建設部長。はい、今年度の、部分にはその予算は含まれてございません。田中議員。はい、すいません。ですね、じゃあ、ちょっとマラソンのコースのことは置いておきまして、各自治体からですね、道路保全の要望書が来ていると思うんですけれども、松阪市内の道路修繕を見ると、本当にこの道路が一番必要なところかと思うようなところがあるんですが、こちらの優先順位は先ほど言われたみたいにパトロールで回って決められたことですか。伊藤建設部長。はい、道路修繕要望の優先順位はというようなご質問かと思います。自治会等から要望に対する事業化の優先順位というものにつきましては、その道路とか水路とかの施設の老朽化の進捗度合い、それと施設の利用に対して事故につながる恐れがあるような危険性の緊急度合いというようなものを総合的に検討いたしまして、要望なされました自治会様と十分に協議調整を図りながら決めておるところでございます。なお、単年度での完了が困難な案件につきましては数年に分割し対応していますが、その際にも自治会などと調整を図りながら要望順位を決めておるところでございます。田中議員。はい、何回も聞いて申し訳ないですけれども、あと事故が多く発生している交差点ですね、カラー舗装を地元自治会からやってくれっていう声が時々あると思うんですけれども、あげれば必ずやってくれるとかないと思うんですが、その辺の基準というのはどのようなものなのか教えていただきたいんですが。伊藤建設部長。はい、交差点のカラー舗装を行う基準でございますが、道路の利用状況と事故の発生状況等を松阪警察署と現地確認を行い、情報を共有した後、事故の発生頻度や事故の重大性等を鑑みて対応しておるところでございます。田中議員。はい、これですね、カラー舗装の件はちょっとお聞きはしたんですけれども、これって件数はですね、聞いてなかったんですけれども、分かるんなら教えていただきたいんですけれども、例えば、昨年ですね、ある令和2年度は何件ぐらいやられたか、もし分からなかったら分からなかったら結構ですけれども。伊藤建設部長。
今ちょっと手元の方にそのような資料を持ち合わせておりませんのでお答えすることができません。はい、田中議員。はい、ですね、じゃあ、昨年度指導でですね、白線や道路表示に約1億円の予算をつけて行ったと思うんですけれども、市民の方からのですね、声でですね、まだまだ本当に白線や道路表示が見えてないところがたくさんあるのに、市役所の駐車場の白線などを塗り替えていたというんですけど、いるということで、これはですね、この1億円の予算から出てるんですか、それとも別の枠で出てるんですか、教えてください。伊藤建設部長。はい、市役所の駐車場につきましては道路という範囲ではございませんので建設部での対応はいたしておりません。この、道路事故と白線道路事故対策白線等整備事業の範囲外で対応しておるものでございます。田中議員。すいません、再度確認ですけれども、その白線いや1億円の予算の中で使われたってことですかね、それとは違います、ね、ちょっと聞こえなかったもんですみません。はい、今度は総務部長。庁舎前の駐車場の白線につきましては庁舎管理の方でさせていただいておりますので建設の方の事業費ではございません。田中議員。はい、すいませんでした。ですね、次にですね、道路の維持管理に関してですが、道路の劣化や陥没でですね、走行中のタイヤに損傷を与えたということをよくお聞きます。で、ちょっと私聞き取りでお聞きしたら過失割合を保険会社と相談して対応していると聞きましたけれども、これでよろしいでしょうか。伊藤建設部長。はい、歩行中の事故というような扱いかと思います。歩行中の事故であっても車両事故との場合と同じように対応はいたしておりますが、これまで歩行中の事故に対する損害賠償としたというような記録は残ってございません。先例のない案件ではございますけれども、歩行中の事故は歩行者が車両に比べ移動速度がゆっくりとしており遅いため危険を察知回避しやすいことから、仮に道路過失が認められたとしても道路管理者の過失割合は低くなるものと思われます。以上です。田中議員。すいません、まだ歩行者のところは聞いてないんですよ。ですね、走行中にタイヤに損傷を与えた場合の過失割合は保険会社と相談して決めてますかということをお聞きしたんですけど、もう一度聞きますけど。伊藤建設部長。はい、保険会社と協議いたしまして過失割合を、決めて、損害賠償が必要の場合は損害賠償させていただくことになります。田中議員。はい、ですね、同じようにですね、市道を歩いているときですね、道路のくぼみなどで歩行者が転倒したときですね、そういう場合でも損害に対して対応していただけるかどうか、例えばただ単に前の穴がですね、あってそこで転んだというのじゃなくてですね、雨の日なんかですね、私とかくぼみのところが全くわからない状態ってやっぱりあると思うんですよね。でそこのところへこけたとかですね、あと私今お聞きしたいのは、普通のですね、晴れた普通のまま普通の日なんですよ、本当に益城市内の住宅団地の中で歩行器を押しながら歩いていて転倒して救急車で搬送されたという例を家族の方から聞きました。でその家族の方から聞き取りしましたら、平成22年度の道路で道路で転倒して3ヶ月も入院したというんですよ。それは散歩で行っとるときに杖がくぼみに取られて転倒したというんですけれども、それから、令和元年ですね、道路のが本当にその家の旧線はザラザラの舗装で、多分、台車だとガタガタで
歩けやんぐらい、まあ、歩行器は絶対無理だと思うんですけれども、そんなところだったんですね。これ一応ですね、まあ、行政側の方はですね、なんとかやってくれるということでですね、お話はいただいてるみたいなんですけれども、行政側ですね、まあ、自治会がですね、しっかりした自治会長ですね、まあ、ずっと長年つけてる自治会さんが見える自治会とか団地であればですね、ある程度要望として上がっていって、何年か待っとればやっていただけると思うんですけれども、今自治会の役員、自治会長さんもですね、やっぱり1年単位で変わるところが結構あると思うんですよ。それとあと、まあ、自治会に入ってない方ですね、そういう方もいろいろと話聞いてます。まあ、市内で車椅子乗ってみる方で、その住居の周り、車椅子では歩行困難なところがたくさんあるという話なんですよ。で、私のところへどこへその話を持っていけば、行政に言うたけど警察に言うてくれ、で警察は行政に言うてくれ、まあ、それの なっとるんですけど、もし自治会で入っとれば自治会長を通して要望書っていうのはもう普通の流れやと思うんですけれども、自治会に入ってない方が行政にお願いする場合、どのようにしたらいいですかね。伊藤建設部長。一般的には、自治会様を通じてご要望を頂戴するわけなんですが、ただそのような危険な状態であれば個人様からお電話いただくなり、今松坂ナビというようなスマホを使った情報ツールもございますので、それでもって情報をいただけましたら現地の方を確認させていただきます。田中議員。はい、わかりました。まあ、その方もですね、一応連絡はされたらしいんですけれども、まあ、いろいろと振られてしまったということなんですけれども、また私聞きまして市役所の方へ話を持ってきますのでよろしくお願いいたします。まあ、ここで少し、まあ、意見になりますけれども、来年は松坂マラソンが盛大に行われることを応援させていただきます。松坂マラソンのコースですね、路面道路の多くの箇所で舗装が行われました。その工事箇所を工事前に事前に見せていただきましたが、果たして市内の住民が生活に使うための道路が傷んでいるところがかなりあるんです。で、マラソンのランナーのためにですね、道路整備が本当に必要かな、まあ、遠方から来るお客さんのためには必要か分かりませんが、オリンピックマンのマラソンでも石畳のマラソンコースなど存在します。できるだけ市民の生活に困らないような道路行政の予算をお願いしたいと思います。最後にですね、ちょっと亀町づくりの方からの要望書なんですけれども、ちょっとカメラをお願いしたいんですが、よろしくお願いします。あ、すみません。これ一応久保中の工具なんですけれども、一応ここま、こっちがこの辺が正和高校があってですね、こっちが近鉄道路の方へ行く道なんですけども、この交差点で、町づくりの方から一番最初はカーブミラーの設置をお願いしたんです。そうするとカーブミラーというのは道路、車のためのカーブミラーになるもんで、自転車には つけてくれないということだったんですね。で、まあ、回数を重ねて話をしとると、結局は歩道の真ん中にプラスチックのポールが1個立っとるんです。ちょっと写真を撮ってこんだんですけれども、まあ、本当にこの場所のここに本当にプラスチックのが立っとるだけなんです。果たしてそれでですね、まあ、実際自転車同士がぶつかる事故もあり、私の知り合いもここでぶつかって入院してます。やっぱり中学生とかですね、まあ、高校生結構飛ばしてくるんですよね。で、本当に見にくい交差点なんですけれども、その辺のね、対処をね、本当にカラーポール一つでいいのかどうかっていうのがありますもんで、その辺もちょっと真剣にお願いしたいんですけど、その辺の、まあ、私、昨日の時ちょっと言いましたけれども、一応もう一回行政側の回答を聞きたいんですが、よろしくお願いします。伊藤建設部長。はい、今、消火カメラでお示しいただきましたのは、県道松坂環状線の貝花南交差点でございます。歩道へのカーブミラー設置の
要望を受けまして、令和3年6月4日に、道路管理者の三重県、自治会関係者、学校関係者と現地立ち会いを実施いたしました。自転車同士が出会い頭に衝突する危険があるため、カーブミラーを設置し、視認性の向上を図りたいとの要望内容でございましたが、カーブミラーを設置することによりまして、交差点内の信号機の視認の妨げになるというようなことから、設置は困難な状況でございました。他に有効な安全対策を検討する中で、要望にある衝突の主な原因は、先ほど議員もおっしゃられましたように、自転車での速度の出しすぎ、まあ、そのようなことに着目し、速度を抑制する対策を検討いたしまして、各関係者が協議の上、三重県が速度抑制を促すためのポストコーンを設置したものでございます。以上、経過でございます。田中議員。はい、すみません。私ですね、これ、上町区の事務局へ来て聞いてきたんですけれども、全然連絡はなかったということで、でポールを立てることも知らなかったみたいなんですね。で、まあ、その辺のですね、連絡の過程なんですけど、まあ、話し合いもどうなっとるかというのはわからないんですけれども、確かにそれ は自転車、ゆっくり走っていたら問題ないと思います。でも、自転車と歩行者との事故っていうのもありますから、ちょっと本当にいろいろともう一度再度考え直したいと思いますので、またちょっと頭に入れておいていただきたいと思います。じゃあ次にですね、大型公園の維持管理についてお聞きしたいんですが、まずですね、パークタウン学園前団地にある1号公園と古墳公園の面積ですが、ちょっと教えていただきたいんですが、お願いします。伊藤建設部長。はい、パークタウン1号公園はパークタウン学園前団地の造成に合わせて開発行為による帰属として平成5年4月に松阪市に移管を受けたものでございます。総面積といたしまして5013平方メートルで、園内には日時計やバーボラ、ベンチ、ジャングルジム、鉄棒などがあり、子どもの遊び場として、また地域のスポーツ、レクリエーションの憩いの場として活用されております。パークタウン1号公園に隣接いたします、県指定史跡である久保古墳は、指定面積4295平方メートルでございます。田中議員。はい、ですね、すみません、ちょっと諸カメラお願いします。ちょっと見にくくて申し訳ないんですけども、これ土木の後援係さんの方がですね、清掃と除草の委託を受け取る公園なんです。で、一応18箇所やられてるということなんです。多分シルバーさんへの外注だと思うんですけれども、一応小さいところはですね、187平米、まあ、大きなところは松阪公園の6万8000っていうのはありますけれども、これですね、ちょっと私、初めてですね、これを取り付けまして、この中にですね、桜町公園ってあるんですよ。で、これをちょっと調べとったら、これ桜団地の公園、まあ、5つか6つあるらしいんですけれども、それを合わせたところ、清掃やられとるんですけれども、市内でですね、たくさんのですね、小さな公園、たくさんあると思うんですね。で、今ですね、ほとんどは自治会がですね、地域住民が維持管理みたいな感じでしてると思うんですけれども、ちょっとこれ、急で申し訳ないんですけど、これなんで桜団地さんはだけやっとるかというのは分かりますか。伊藤建設部長。はい、大きな公園につきましては、
議員おっしゃられますように、除草の委託をしてございます。で、先ほど一覧を提示していただきました10月公演しておるところなんですが、この中で桜町公演だけは少し例外でございます。そのあたり、一般的にはこの公共事業で造成しました公園につきましてはそういうような委託作業を行っておるんですが、桜町公園につきましては、県の住宅供給公社が、作られまして、でその後、市の方に移管を受けたというふうに、記憶しております。で、その移管の際にそのあたりの、県から、清掃の方も、引き継いだのではなかろうかというふうに、考えております。田中議員。はい、そうなんですよね。十数年前ですね、パークタウンが浄化槽を接続しました。で、300ぐらいの個数のやつを接続したんですね。で、その時に桜大型団地としては桜団地の次にうちが接続させていただいたんですけれども、で、ご存じの方はどうか分からないんですけど、その松阪市にもらってもらうためにですね、ABCD までランキングしまして、多分 DC の悪いやつは全部直したと思うんです。で、その検査とか直すために5,000〜6,000万自治会でかけて直しました。それとあと各個の接続ですね、汚水と汚水の接続がどうなっとるか、これも一応全部の個数を全部自治会が調べさせていただいて、個数の270個のうちの40個以上に誤接続があったんですね。で、一番その当時は一応参考さん変わったところにですね直してくれって話はしたんですけれども、一応貸し担保責任10年経っとるで直せへんって言われたんですけれども、自治会として交渉して全部直していただいて、きれいにしていただいたんですけれども、その時にですね、パークタウン今つないで15、6年経ってますけれども、まだ1回もですね道路掘り返しの改修工事でやってないんですよ。でも県のですね、ちょうど私たちがつないでですねすぐぐらいの時から、もうその前から300万400万の年間予算取ってずっと桜団地さん道路掘り返しとるんですわ。結局配管の工事をしとるわけですね。ですから本当に大阪市の姿勢としては県に対してはですね、本当に物を用意あんのかなと思って、だから本当に私たちに言われたような CD のやつを本当に直しとんだから、直しとればそんなに壊れることはないと思うもんで、なんかそれでこれもね、今回思って、あ、これ県のから言われとるもんで公園管理しとんねや、でもおかしいですよね。民間の同型開発団地はやってくれない、県ならやってくれる。多分この状況をね聞けばですね、他の自治会の方みんな怒ると思いますよ。みんな総出でやってる、できない時ではシルバーさんとかいろいろ業者さん頼んで清掃活動しとる。でもすごい大きな公園なら分かるんですよ。でも違いますよね。本当に大体50坪ぐらいの小さな公園、もっと100坪あるか分からんですけど、それが6個も7個もあって、それをただ清掃しとる。ちょっとこれね、本当にこんなんでいいのかなと思いますが、その辺はどう思いますか。伊藤建設部長。はい、大型の公園につきましては、年間の委託契約を締結して除草清掃を実施しております。で、一方では宅地開発により造成された公園につきましては、日常の管理は開発時の条件として地域での管理をお願いしております。開発事業者様が土地を販売する際に購入される方々に周知していただきまして、また、購入された後も自治会が発足いたしましたら、自治会様からも公園の管理についてお願いをここにしていただいておる状況でございます。で、県からの
遺憾を受けたから、この桜町の公園につきましてはこうやっておるのかというところにつきましては、あくまで何も資料としては残っておりません。ですので、まあ、そのような特殊な他の公園とは別の特殊なことがあるということだけで、それが原因で市の方が委託をしとるというようなものではないと考えております。田中議員。今ですね、正直言いまして、桜町公園さん、公園をですね、市が当てることに対しては別に文句は言いません。でも今ですね、確かに部長言われたみたいに、開発業者ですねが開発して10年経ってから増高市にもらってもらうときに、ある程度地元でやりますってことを多分言っとるみたいなんですけど、それは私たちも見たことはないです、文面も。で、とりあえずね、でもですね、もう大型団地ですね、開発されてからですね、もう例えばパークタウンなんですけれども、まあ、まだパークタウンはまだ他の団地ですねと比べたらまだ若い方の団地か分かりません。もっと清岡さんとか桜団地さんとか山室南高宝塚さん、まだまだ他には古いところありますけれども、パークタウンとか虹ヶ丘さんはまだまだ比較的若いんです。でもそのパークタウンでも全世帯のですね、世帯主が80歳を超える世帯がもう 40% 以上になってきたんですよ。で、特にですね、まあ自治会として要望したいというのがですね、まあ、ちょっとカメラお願いします。ちょっと見にくくて申し訳ないですけれども、これ前例の地図をコピーしたんですけれども、この黄色いところが1号公園、4700平米でしたかね、5000ですね、5100ですね、5000平米。で、このところが久保古墳公園なんですけれども、久保古墳は毎回、1回草刈りやっていただいてます。で、正直言いまして、この斜線のところですね、黄色いところですね、のり面がありまして、角度が急なんですね。ですからもう正直言いまして、若い人なら変えることできますけれども、もうできません。で、この真ん中に時計台あるんですけど、この斜面はもう角度が45度以上あるんですね。ですから、まあ、自治会でこの斜面に除草シートを張って、芝桜を育てようとしたんですけれども、まあ、最初は咲いとったんですが、その角度がええもんで、子供らが来て、段ボールで滑るんです。除草シート張ってありますから、滑りますから、ですからもう、芝桜も全部ダメになってしまったというような感じなんですね。ですから、一生懸命、地元の自治会はやってます。別にですね、私はパークタウンだけをやってくれっていう話はしたいんですけど、していないんですけど、まあ、ここは本当に特別、高い位置にあって、2階の屋根よりも高いところもあります。ですから、草がいっぱい生えると、種が屋敷に飛んでくるわけですね。ですから、本当に何とかしてほしいというのはあるんですけども、でも、もう本当に大型団地ですね、だけじゃないか分からないんですけど、もう本当に古い団地のところはですね、その自分たちで持っている公園の維持管理だけで、本当に大変なんですよ。ですから、このですね、本当は今回ですね、この大型団地取り上げたんですけども、副市長である中崎さん、公園のスペシャリストだと思うんですけれども、パークタウンの公園も何回もお世話になっとるんですけれども、これからですね、いろんな問題あると思うんですけれども、本当に公園の処理ですね、だからもう、なくしてもええわっていうような話も出てます、正直言いまして、でも開発の時に約束処理でなくすことはできませんけれども、その辺ですね、本当にちょっと行政側で汲み取っていただいて、なんとか私だけでも違って他の団地もそうなんですけれども、宝塚さんでも日岡さんからもいろいろ言われてきてます。本当にもう高齢者になってきてるでできやんねやっていうような話はどんなにも聞いてます。ですからそれをですね、なんとかしていただきたいんですけれども、行政側はどのようにお考えか教えてください。伊藤建設部長。はい、お答えします。人口減少、また高齢化社会により
除草清掃等の美化活動が困難になってきておる現状がございます。議員おっしゃられましたような、のり面の草刈りとなりますと、安定姿勢というものが確保しづらく、転倒とか転落とか、大きな事故や怪我が、の原因となり、困難な作業であるというようなことは、十分認識しておるところでございます。ただ、多くの、自治会様から、同様の要望も多く、財政的な負担もあることから、なかなかすぐさま市がすべてそれらを賄うというような、要望には応えられる現状には、ございません。また、ご紹介いただきましたように、自治会様の中には、除草作業を業者さんに依頼していただいている地区もございます。自治会単位で対応できないというような作業につきましては、例えばもう一つ大きな、自治会組織単位、住民自治協議会というような中で、何らかいい方法がないものかというようなところを、一緒になって検討をさせていただきたいなというふうに考えておるところでございます。地域の皆様には、安全第一で無理のない美化活動を実施していただきたく、また、それと合わせまして、市としましても、のり面での草刈り作業につきましては、どのように、維持管理をしていく方法があるのか、望ましいのかというようなところも、他市の事例等もいろいろ調べまして、今後、検討させていただきたいと考えております。田中議員。はい、答弁ありがとうございます。本当にですね、これから高齢化社会を迎えます。いろんなことでたくさん問題はありますけれども、これも一つの問題として、先ほど言われたみたいに、住民協議会ではですね、なかなか全部が同じ団地じゃないもんで、いろいろのところがあって、なかなか協調できないんですね。で、他の議員さんでも自治会長やられてる方おりますので、大型団地連絡協議会かなんか作ってですね、いろいろその辺で、いろいろと動かしてもらってやりたいなという考えもうちの自治会は持ってますので、他の自治会にも声かけさせていただいて、それなりの行動をまた一回やってみたいと思います。本当に高齢化社会、これからまだまだひどくなってきますので、一応行政側の方もですね、考えていただいて、よろしくお願いいたします。では終わります。ありました。伊藤建設部長より発言が求められておりますので、これを許可いたします。伊藤建設部長。先ほどの私の発言について訂正をさせていただきたいと思います。桜町公園の清掃委託に関して、私の答弁は誤解を与えるような答弁をいたしました。正しくは、詳しい経緯は分かりませんに、訂正をお願いしたいと思います。お詫びして訂正をお願いいたします。お聞きの通りであります。ご了承を願います。